驚えたね。また金かよ。ちょっと待って、ブシャ。もう待って。こんにちは。今日はね、ヒロアカとパズドラがコラボしてるっていうことで、ヒロアカガチャ、魔法石120個用意したんで、20連ですね。やっていこうと思います。まあガチャ回しながらヒロアカの話でもできたらなと思って。とはいえ僕アニメ勢なんで原作知らないんですけど、まあアニメも近々7期が来るということで、来月？再来月かな？とりあえず2024年春アニメで来るということで、いや楽しみですね。はい。とまあまあガチャ行きましょうか。とその前にこっちの、なんかメールで届いた方を回していきましょう。はい、ヒロアカコラボガチャ。うわ、オールマイトやん。いかつ。いや、なんかさ、昔と違ってさ、コラボキャラ、まあコラボに限らないけど、めちゃくちゃキャラがいるから、20連じゃ、ねえ、到底、コンプできるのかって思うんですけど、どうなんだろうね。おっと？驚えたね。いきなり出ちゃいましたね、悪の帝王オールフォーワン。これね、ヒロアカで一番好きなキャラなんですよ。いやもう出ちゃったか。心置きなく戦わせないよ。いやいいね。進化後は存分に食いて死ぬといいよ。オールマイトって続くやつね。あ、いいね。いやもう出ちゃったかな。出ちゃったのね。他何がいいの？ちょっと待って、見して。はい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 。あ、今の星7が、あ、そういうことね。なるほど。あ、星5多いな。星5が多い。これさ、無理なんじゃね？星8、星9とか出ないでしょ、これ。20連じゃ。だる。まあいいや、今回は1回ずつ回していきましょう。いやー、ヒロアカね。来た。これはあれだね、猫のミルコか。分かんなかった名前。あ、違う、猫じゃねえわ、これウサギか。ウサギだよね。なんか脚力すごいよね、確か。わあ、まあまあ星6ね。オッケーオッケーいやー、どうなるんですかね、ヒロアカ。原作読んでないんで全然先が分かんないんですけど。あ、うららかじゃん。うららかさんはヒロアカ世界では珍しい普通の人間女の子ということで。いや、いいね。未来なんて何かせな変わらんやろ。なるほど。うん、まあまあそんなもんか。いや、でも強いな。なんか近頃のパズドラはアシストがもう強くなっちゃってね。え、星5でも星6でも使い道があるっていうのがいいですよね。え、何この、え、何この演出、怖っ。何今の。え、あんな演出あった？何これ。しかも俺オールマイトって持ってなかったっけ。あ、持ってねえわ。君はヒーローになれる。私が来た。あれ、なんか迫力がないな。私が来たってこんな穏やかだっけ。オールマイトは2、4、6、7個か。うわ、やべ、ゲシュタルト崩壊だ。星が数えらんねえ。星7が出ましたね。オールフォーワンと並んで星7だよね。いや、まあ星8ぐらいは出てほしいな。まあ、金卵は話にならん。ああ、ヤオモモね。ヤオモモフルネームわかんない。ヤオヨロズモモか。なんかこれやばいね。漢字でこう並べられたらさ、ヤオモモ読めなくね。なんて読むのこれ。800万百って読んじゃいそう、初見だったら。ヤオモモね。私すでに想定内ですわ。そうそう、なんかですわとかって言うんだよね、この子。まあでもこの子もヒロアカ内では珍しく通常の人間ということで。おい、お前またかよ、ダビー。燃えて俺の薪となれ。お前また？もういいって。おい、もう金は勘弁してくれ。おわ、トゥワイスじゃないか。めっちゃ強い個性ね。やっぱ
か好きにさせてもらうわ。なんだっけ、個性名ダブルみたいな感じ。いや違うわ、なんか複製できるんだよね、どんどん自分を。複製体も複製ができるっていう、もう無限増殖バイバイン的な感じで、もう、うん、すごい軍需力を蓄えれるから危険視されてる一人ですね、ヴィラン。あ、雷電気だ。俺に触るとしびれるぜ。おお、いいじゃないですか、迫力が。でも待って、渋くね、なずっと金なんだけど、おかしくね。また金かよ。うん、ジローじゃん。俺結構ジロー好きですよ。いいよね、ジロー。ハートビートサウンド。ああ、プレゼントマイク先生の介護官って言われてますけど、僕は好きですよ、この子。さあ次行こう。ちなみにさっきねスタバの撮ってたんで、この残りを飲みながら。ああ来た、ダイヤ。ホークスじゃないか。飛べるやつは飛ぶべきだよ。なんだそのセリフ、あったっけ。俺の出せる最高速度で。あ、もうこれはあった気がすんな。いやー強いじゃん。なんか最近さ、みんなダメージ上限上がるよね、やっぱ進化だからさ。潜在覚醒でダメージ上限解放がつけれないからっていうんだろうけどさ、なんかもう全部進化が当たり前になりましたよね。今のが星6か、ちょっと渋いな。星7以上来てほしい。 あでも被ってねえな、霧島じゃん。効果ね、強いよね能力。絶対倒されるおもろいわ、別アホでおもろいよな。さあ怖い。あ、でもアホっつってもあれか、遊泳入れてるからみんな賢いのか。あー、また被ってない。飯田天也じゃないか。お前を倒そう。レシプロバーストの子ですね。俺この子苦手ですねなんか動きにしなやかさがないよねさあどんどん行こう。ちょ、お願い、ダイヤ。あー、かぶらないんだ。アスイちゃん、つゆちゃんと呼んで。自分のペースでいいのよはいはい、つゆちゃんね。あと8回、やばいな、無理じゃん。お前ちょっと待って、はっ、でもかぶらない。そうなってる、仕組まれてる。いや違う、でもダビ出てるもんね、大丈夫だよね。いやでもダビって無料ガチャだからか。あれ？わかんねえわ。ミスターコンプレス、ヴィラン。さあ、やってやるぜ。あったか、こんなセリフ。わかんねえわ。頼む。あと7回。てか、かぶんないのすごいね。ちょっと待って。おい！お前かぶってんじゃねえか、言ったそばから。ちょ、ほんとに、こんなさ、金でがっかりする時代が来るとは思わなかったよね。昔なんて金出たら喜ぶじゃん。もう待って、ヤオモモじゃん。まあ2体目だからいいけどさ、昔なんて銀が大半で金で喜ぶみたいな感じだったじゃないですか。ちょっと本当に飯田天也はいいよ。もうなんだっけこいつのヒーロー名、インギニウムか。インギニウムよくわかんないし、なんか化学物質の名前かよ。来た、来い。あ、ベストジーニスト、いいじゃん。ベストジーニスト、欲をかくからほころぶのだ。なるほど、こいつも変身タイプね。私たちは紡ぐ。うん、いや、いいよね。オールフォーワンがさ、あの現れた時にさ、真っ先に動いたのベストジーニストだけだもんね。ギャングオルカとか何してんのってなったもんな。あいつ索敵担当じゃねえのかよ。さあ、これ来たー。いいいいいい、来てる来てる、頼む。え、しがらきやん。英語何この絵、怖。あ、ノームか。
ザコノームが後ろにいっぱいいんのか。あ、しがらき出たわ。社会のゴミめ。次は俺たちだ。しがらきか。しがらきね、なんか清潔感がないよね。なんですぐ悪口言うの。よくないってするの。うん、怖い。てか爆豪とかいなかったっけ。そういえば俺爆豪も好きなんだよね。あ、なんだっけ、ミルコ、ウサギちゃんね。もう2体目だ、いいって。しかも星6じゃん。ラスト、あ、引けてない、あ、引けてない。ラスト、あ、来い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 、え、お、あ、てか、あ、二体目だよ、お前。お前とか言っちゃいけないな、英雄に対して。平和の象徴にお前は良くないです。あなた様、あなた様で行こう。あなた様二体目ですよ。マジかよ。でもまあいいか。負けないんだよ。うわ、いいね。これ最後の一振りじゃん。うわー、俺このシーン好きだったんだよな。あ、お気に入りできなかったわ。はい、といった感じで、どうなんだ、結局さ、どう、なんか緑屋いるやん。何これ、星 5? あ、なんか無料でもらったやつか。はいはい。と、まあまあ、うん、まあ、渋いね。全然さ、主要キャラが出てなくない?ラインナップ見てみよう、もう一回。ほら、デクも出てない。しがらきもしょぼい方しか出てないじゃん?エンデバー出てないわ。爆豪出てないわ。爆豪欲しかったな。うわ、全然出てねえじゃん。足りねえわ。120個じゃ。無理だよ。もう俺破産しちゃうし、これ以上。無理だよ。なるほどね。あ、大人気イケメンキャラ、トドロキショウト君も出てないですね。ルミリオンも欲しかったね。あれは?あ、てかあれは?あ、てかトガちゃん欲しかった。てかあれは?あれは?あれ?あれ?なんだ?あれは?エリちゃん、エリちゃんは?エリちゃんいねえじゃん。いなくね?おいおい、いねえじゃねえかよ。てかあいつもいないんだ、シェフ8歳会の。なんだっけ名前。オーバーホールか。オバホだ、オバホ。オバホもいねえ。なるほど。あ、結構最新のキャラだね。いや、でもサーナイトはいるやん。なんでで。じゃあ、あの4期のさ、登場人物もいておかしくないよね。まあまあいいでしょう。ということで、ヒロアカガチャこんな感じでした。いや、アニメ7期が楽しみですね。といったところで、今回は以上です。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。